全盲女子の波平丸です。昨日は海の日だったということで、私の海の思い出をお話ししようかなと思うんですけど、私子供の頃海の近くに住んでいて、近くにね海水浴できるところがあったので、よく泳ぎに行ってたんですよね。といっても泳ぐっていうのはあんまり得意じゃなくて、プールとかでもね、最初は顔をつけるのも嫌だったので、もうね、どうにかつけられるようにというので練習してなんとか慣れたんですけどね。まあ少しだけスイミングスクールに通ったこともあって、まあ泳ぐことにはなんとか慣れていって、それでも全然うまくはならなかったんですけどね。まあなので海に行ってもやっぱりね、浮き輪でプカプカ浮いてるのが好きでしたね。でそんな私ですけど、中学の時に学校からですね、毎年2泊3日で海に行くという研修がありまして、これはねすごく楽しかったんですよね。いろんな経験ができて、例えばカヌーとかですね、やりましたね。まあ、ただカヌーはすごく楽しかったんですけど、転覆した時の対応の練習ですね、これがすごく嫌だったんですよね。もう先生からね、じゃあチンやるよチンって言われて、ひっくり返されるっていうのがね、もういつも嫌でしたね。またこれっていう感じでね、これさえなかったらカヌー楽しみだったのになーって思うんですけどね。あと魚釣りとかもしましたね。でこれもね、いいんですけど、餌がね私の苦手なものだったんで、もうやだやだって言って先生につけてもらって、魚釣りしてたんですけど、途中でね私の上に餌が落ちてくるっていう事件があってね、もうやだってすごく思いながら、まあでも時々魚をね釣れましたけどね。まあ、そんなこともありましたけど、まあ、基本的に楽しくて、ね、そこで食べるご飯も美味しかったですしね。あとすごく印象に残ってるのは、キャンプファイヤーをみんなでやったっていうことなんですよね。波の音を聞きながらですね、みんなで歌を歌ったりゲームをしたりしたんですけど、中でもよく覚えてるのがロシアンルーレットをみんなでやったんですよね。でおにぎりを食べたんですけど、そのおにぎりの中にチョコレートの入ってるものがあってですね、でも私が食べたのは普通のおにぎりだったんですけど、みんなの反応を見るのが楽しくてですね、なんかつい甘いって声に出してしまう人がいたりね、どうなんでしょうね、チョコレートのおにぎりって意外と美味しかったりするんでしょうか。ちょっとね食べてみたかったような気もするんですけど、まあそんな感じでね、私の海の思い出ですね。まあそれ以降もう海に行くっていうことはなくなりましたが、なんかねやっぱり波の音を聞いてるとね癒されますね。皆さんは海といえばどんな思い出がありますか？よかったら教えてください。ということで今回は私の海の思い出お話ししました。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。